はい、レオンチャンネルです。僕が大好きな作品の仮面ライダーアマゾンズの外伝の漫画が単行本で発売されましたので、これを今から読んで感想を言います。単行本出たら買おうと思ってて、話的には仮面ライダーアマゾンズのシーズン1の裏側でこういうことがあったんだよっていう話らしくて、ここにも簡単なあらすじがありますが、自分が人工生命体アマゾンであることを隠し、静かに暮らしていたショーだが、食人衝動に目覚めた仲間たちが駆除犯や仮面ライダーに次々と駆られ始めた。徐々に追い詰められたショーは、自らの中に封じ込められた秘密と向き合い、生きるための戦いへ身を投じていく。仮面ライダーシリーズ最強の異色作オリジナルストーリーで衝撃コミカライズ。要はアマゾンズのアマゾンって4000体いて、でそれの中でも好戦的な人とか好戦的じゃない人、まあ、平和的に暮らしたいみたいな。作られてから2年間はレジスターに薬が入ってますから、これで食人衝動は抑えられるんですけど、ここの薬が切れると人間を食べたくなっちゃって、ただそのまま人間を狩りに行くアマゾンズも、アマゾンズじゃないや、アマゾンもいれば、その人肉ハンバーグの回、人肉ハンバーグ今思ってもすごい回だけど、人間を調理して、まあ人間に迷惑がかからない程度に食べるみたいなそういうね人たちもいて、まあいろんな人がいるんですよね。まあそれも全部駆除犯がねどんどん飼っていく話もありましたけど、要はそういう人たち、あんまり好戦的じゃない子が主人公で、そこからまあ、生きるために戦っていくって話なんだろうと思います。とはいえね、シーズン1の最後でトラロックがあって、アマゾンはほぼ絶滅しますから、なので結末としてはもう悲しい結末が待ってるとは思うんですけど、とりあえずどんな感じか読んでみよう。スタッフとしては漫画が新次郎、誠次郎で、監修が小林康子さんなので楽しみで、ここに遥が映ってて、知らない敵、まあ、仮面ライダーっぽいけど、要はこれが主人公ってことなのかな。仮面ライダーアマゾンズ外伝ホタルビです。読みます。そして、あ、やっぱりアマゾンズシーズン1の頃の話だな。あ、マモちゃんとか駆除犯バンバン出てくるんだ。あー、でも煙が出てから変身するシーンとかしっかりアマゾンだな。しかもちゃんとなんか特撮でよくある、あの立教の下のあの川のとことか、そういう場所が出てくるんだ。漫画でありながら実写特撮っぽい。おお、あ、そうそう、指導さんの戦い方とかまんまだ。あ、すごいな。あ、主人公がちょっとかバッタっぽいアマゾンなんだ。これ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 、仮面ライダーじゃないんだ。なんか副眼がちょっと仮面ライダーっぽいけど。ああ、はるかも出てきた。お、怖っ敵として登場するはるかめっちゃ怖いな。水沢ママも出てくる。あ、トラロックの話も出てくるから、もう一気にシーズン1の後半に突入するのか。まだこれ4話入ってるんだけど、1話の時点でもうトラロックの話が出てくる。あー、でここのシーンに繋がるんだ。やば、漫画これ。ちょっとあの映像本編見てるとめっちゃ繋がる。裏側でこういうことがあったんだ。すげえ、絵めっちゃ綺麗だし。なるほどね。もう人肉ハンバーグとかの後の話だな。もう何？第3話であれだよ。シーズン1の最終回まで来ちゃった。あれ？最終回 1.5 ぐらいの話かな？シーズン1と2の間ぐらいの。あ、でもこっからオリジナルストーリーっぽいな。おー。あー。やば。あ、大変な展開になった、これから。あ、大変な展開になった。あ、これはね、アマゾンズだ。完全に。絵も結構渋いし、かなりアマゾンズの世界観と絵が合ってる。そして、やっぱ監修が小林康子さんだけあって、完全にアマゾンズのサイドストーリーだね。まあ、映像化するには主人公の確かに見た目とかがちょっと弱いけど、変身後のアマゾンの形態がかっこいいし、主人公の秘密がより詳しいことがこれから分かる感じだし、話の展開がめっちゃ早い。でもあくまでやっぱりアマゾンズシーズン1を見た人が楽しめるものだね。まさかトラロック、もっとシーズン1の前半から始まるかと思ったら、シーズン1の後半ぐらいからのサイドストーリーって感じだね。まあ、序盤はレジスターが薬切れると食人衝動が起こりますよとか、ちゃんとしっかり説明がありつつストーリーが展開していくと。おー、でも
しっかりそのシーズン1であったシーンがガンガン挿入されてるから、個人的にはめっちゃ興奮するということで、アマゾンズの外伝発売したばっかりなので、まだ本屋さんに行けばあると思いますし、特になんかおもちゃ付き限定品とか多分なかったので、アマゾンズハマった人多いと思いますから、そんな人、まあシーズン1を見てなくても、あ、シーズン2を見てなくても、シーズン1を見た人なら絶対楽しめますので、買いに行きましょう。5、600円くらいかな。なので、あれ、フルボトルガチャ1回、2回ぐらいの価格で、めちゃくちゃ面白い漫画読みますから。あと、広告が入ってて、あ、そうそう、3巻も予約開始、あ、今月だったっけ？もう出るよね。6月29日だ。これはもう予約してあるからいいとして、またこれ、みんな予約しないと、封筒探偵買えないからね、ワン、ツーじゃなくて、1巻、2巻、1巻、2巻ね、難民がめっちゃ多かったので、3巻、間もなく発売しますから、本屋さんかね、ネットとかで今のうち予約しましょう。今はね、全然大丈夫だった。あとは予約したプレ版のやつだね。これ、スーツに見えるけど、フィギュアアーツなんだよね。カラスアマゾンとネオアルファの広告も入っておりました。SIC も、僕はアマゾン限定版を予約、あれ、まだしてなかったっけ？まだ予約開始してないか。これをね、予約するつもりなんだけど、SIC のことも載ってますね。クーガーも、このおもちゃ付きのやつとかもレビューしなきゃなと思いながら、まだ何気に紹介してないですね。とりあえずこの商品の Amazon リンクは概要欄に貼っておきますので、 Amazon とハマった人にはぜひおすすめでございます。予想以上にめっちゃ楽しかった。決してあれだよ、前映画の感想動画でちょっとプチ炎上したから、それで感想を遠慮してるとか、そういうことじゃなくってそういうことじゃなくって、ちゃんと普通にほんとめっちゃ面白いから。以上、仮面ライダーアマゾンズ外伝ホタルビの感想動画でございました。